さあ疲れたぜ。しかしいよいよ物語も終焉でございます。終焉って言い方すると縁起でもねえな。死ぬまでの彼女の活躍は瞬く間に伝中に知れ渡ることとなった。そらな、ミカヨ女神の使い、ほう、暁の巫女と褒めたたえ、待ち望んでいた救世主の出現に胸を躍らせた。宗教チックだぜ。民衆が一斉に放棄、その爆発的な広がりは散発的な暴動の域を超え、駐屯軍といえどももはや抑えようがなかった。ここに至ってジェルド将軍はデイン全土の掌握を断念、駐屯軍を王都周辺に集結させる。言うのを解放軍をはるかに超える大兵力で分厚い守りを固めようとしたのである。しかし勢いづく解放軍にとって士気の低下した駐屯軍はもはや敵ではなく、次々と防衛線を突破していく、うん、デイン軍は強いからね。ミカヤたちは飯塚との確執を内包したままであったが、解放軍は破竹の快進撃を続け、ついに王都まであと数日というところに迫った。はい、ということで、今回と次回でこの第1話終了となるのですが、タイトルが不穏ですね。聞いて驚け大ニュースだ。どうした？ほう、紳士の視察団が来る。やっと準備が整った。やったね。ほう、軍事行動を一旦すべて停止せよ。ありがてえな。あまりにあっけなくて信じられないけどな。そんな大物を派遣してくれるのか。ほんと驚くだろ？ほう、元老院議長を務められ、ほう、紳士様の補佐もしている。宰相と書いて、キャンセラーだったっけか。割。クリミアが戦ったのはデインじゃん？意外と空気読めるな、お前。だよな？お前たちは行かないのか。俺たちは遠慮しとく。まあ、伊豆かな。分かったから早く行けって。ムアリンも心が広いな。坊ちゃんのためになんだろうな。というわけで、絶望的なビグニオン駐屯軍の皆さんの気持ちはどうや？どうしよう。ほう、申し開きを聞き、その上で判断されとおっしゃられても。ほう、すげえ皮肉のある言い方してやがるぜ。まさか駐屯軍すべてを切ってくるとは。それだけの度胸があるなんてな。うん、ヌミダコをなんとか道連れにできるといいんですが。うん、そこまでして生き延びたいとは思わない。誇りがあるからな、帝国軍人の。ほう、ジェルド隊最後の仕事としてはうってつけですな。みんな張り切るでしょ。小娘の首ただ一つ。怖えよ。さてさて、こちらの陣営に戻ってきましたよ。俺たちは帝国に勝った。祝いだ祝いだ。うお、すげえうまそう。デイン王国万歳、今夜は食うぞ。ほう、みんなこれまでよくやってくれたね。戦い終わったんだ。ほう、酒も料理も存分に用意した。どうか心ゆくまで楽しんで。はーい、楽しんでまーす。今夜はブレイクオーダー、好きなだけ騒ぐといい。完全に勝ち格の流れ、このまま終わらない感が半端ないっすね。会話
ペリアス。いや、ミカエに用でも？彼女は人気者だからね。自軍の兵に遠慮してどうするんだ。僕はお飾りだから。暁の巫女は違う。みんな彼女のためになら喜んで命を懸ける。ただ少し羨ましいだけで。随分と差がついちまったな。王子、不器用な人だな。両方とも元はただの旗印だったんですがね、片方が妙な力を持ってるもんだから差がついちまったぜ。確かにサザはすごい顔色変えて、なんかな、大ごとにするだろうな。ジルさんありがとう。ほう、知人に手紙を書こうと思って。お、荷運びの仕事、ハールさんかよ。とにかく厄介事を嫌う人なんで。あいつ、配達に行ったまま、散歩で、戻ってこねえのか。まあ、ハールさんがいたらな、正直、この事態、すべてハールさん一人で解決できるぐらいなんだが。デインで戦いが起きている間は寄りつかない可能性が高い。なんじゃら？おい？すみ抜けの章。ありがとう。さて、軍資金をもらいましたので、持ち物を売るじゃなくて買う。なんかあるかな？お、上位の装備品が落ちてますね。手槍とかはまだ売ってねえんだな。道具買う。なんかある。風切り売ってら。風切りいるかな？石像のかけらは別にいらねえんだが、手やり買っといた方がいいかも。さあ、ミカヤだけですね、現在。不穏です。風切りとあれだけ買っといて、他は特にいらないので、持ち物整理で、輸送隊、預けておいて、受け取る。傷薬一応持ってとくか。せいに10発しかないんだよね、もう。ちょっと使いすぎた。回復もあるし、ではこれでいきましょうか。ふぅ。夜でも自由に飛び回る鳥。バカ騒ぎを逃れて一人きりか。お得意の奇跡とやら起こせるものなら起こして。敵？さあ、絶望でございます。ミカヤ短期 VS ジェルド。ジェルドのステータスは、まあ、この時点では相当強い方ですね。レベル6にして割と強い。そして指揮レベルがあります。で、絶好調ですね。ミカヤは割と好調です。で、お供の兵もまあそこそこに、あれ強くねえな。そうでもねえわ。はい。というわけで、今回はゲームオーバーになる可能性あるので、セーブしておかないとね。では、参ります。環境設定でアニメーションはオンにしておきますね。もっと早くあの森でお前を捕らえた時に殺しておくべきだったな。ほう、覚えていた。多少は成長したようだな。以前は構えても隙だらけだった。お前のおかげで俺は滅びる。だがどうしても道連れが欲しくて。だから迎えに来てやったぞ。王子か、いたな、そんな奴が。あんな小物が王になったところで何ができる。せいぜい国が荒れる原因になってくれるぐらいさ。ある意味本質ついてんだよな。民が欲しているのは王子などではない。お前だ、暁の巫女。
だから俺はお前を奪う。デインという国から希望の光を奪ってやるのさ。じゃあ試してみよう。俺とお前どっちが正しいのか。死の先に世界があるならそこから確かめてみることだ。ん？グハ。この BGM は漆黒の騎士。貴様、貴様は伝員王国軍にて死春の位を冠したもの。漆黒の騎士という名に聞き覚えあれば、この場を引くがいい。3年前に戦いで死んだはず。じゃあ何か？お前はその亡霊とでも言うつもりか？ひっひっひ、お前が本物かどうか試してみるのも一興。何の術を使ったかは知らんが、不意打ちを食らわせたぐらいで俺を任したとは言わせんぞ。まずは俺の可愛い部下たちの相手をしてもらおうか。あれを消せ。決してそばを離る。さて、まさかの漆黒操作可能でございますが、なんじゃこれ。はい、前作の漆黒よりさらに強くなって、そう、中身はふわふわ美味しく仕上がっております。で、あれですね、強いね。うん、なので今回は漆黒とミカヤ限定となっております。辛くはないか。まあ、ミカヤ自身も今回相当強いんで、ここに茂み効果があるので、ここで維持しておけばある程度勝てるとは思いますが、せいに使うしかないですね。ライト高えし。では漆黒の実力見せてもらいましょうか。こんにちは。 BGM は突然奪われるのさ。この専用になどすこい一撃。エタルドは使用回数を消費しません。ずっとエタルドです。ちなみに漆黒の騎士は槍も持つことができるぞ。今回槍持ってきてよかったんですけどね。ただフリーダの分が必要だから、槍のモーションが見たい方はそちらで皆さんの目で確かめていただきたい。強すぎるぜ。いきなり手槍ですか。ではミカヤこっち行くか。こういうのもありです。なので程よく動き回って、あー、そっから来るか。結局これ災いしたかもしれない。クロリン、かわいい。ミカヤ今回強すぎるからね。この動きは最高にダメだった説あります。やっつけ負けすんのよ。とんでもねえ悩みだな。ミカヤが強すぎる。だから両方ともミカヤに来るんだよなこれな。こんにちは。ふう、どすこい、もういっちょう。でもこんだけミカヤが暴れるシーンも意外とレアだから、ここは見ておきたいね。次やり直してもこんなに頼れるミカヤとはもう会えないと思うから。でちなみにこれ救出しようとすると、私も一緒に戦いますとのことです。茂みに隠れるぜ。来たね。ミカヤはそこまでしか行けねえか。ならばセイニーで吹き飛ばす。うい、敵がどこにいるのか全くわからないのが面倒ですね。よし、さすがに装備がなくなっちまう。上行きます。うわー、いっぱいいるよ。こんにちは。これいちいち BGM かけ直すのがほんと草なんだよ。はい、例外なく一撃必殺。来いよ。うい、おら。はい、次の方いらっしゃいませ。
どんどん来いや。ズンズン来た。月光、相手の守備をゼロにして5倍の攻撃じゃ。おら5倍で合ってたと思う。むちゃくちゃだね。200ダメージぐらい飛んでるんだが、こっちにも来てるよ。ふう、どすこい、ういどすこい。ミカヤも強えんだわ。ただ数値的にはこんなに避けないはずだから油断はしない方がいいですね。あいつ動かねえぞ。こんにちは。よいしょ。ちなみにまあ漆黒の騎士はレベルもカンストしているので基本的に育てるってことがないので、今回でアニメーションをどころか戦うことすら見なくなると思うので、存分に漆黒を楽しんでいってね。来ました。ふう、シェア。一応ボーナス経験値のためにとっととクリアした方がいいな。ではそろそろマップでのモーションも見たいところはあるが、まあいずれ見れるか。体当たり、乙女よ待たれよ。ほう、こんにちは、漆黒でーす。ギュイーン、くるくるくる、どっせい。129ダメージですよ。とんでもねえ。下から来てるぞ、気をつけろ。これな、ほんとな、当たりどころ悪かったらこれ、このターンで負けるかもしんないからな。そう、右から例えば手やり持ちが来たら負けですから、結構ここは難しいっすね。パターンを覚えなきゃいけない。茂みの2マス重なってるところでよかったね。ここに関しては正解だったな。まだ右にいるかもしれませんが、さあ申し訳程度に回復して、ミカヤは傷薬で一旦ここで出ます。いた、こんにちはっす。にしても帝国の人たちも恐怖だろう。さっきまでそこに乙女しかいなかったのにな。戦うたびに BGM 乗っ取られて暴れ回る、やべえガショガショ言ってるやついるんだからな。怖いよな。てか敵多いわ。ここは一旦、こんなに敵多いんすね。ピリ腰だぜ俺は。あとすでに暁初見の方も気づいてきたかもしれませんが、このゲーム割と大味です。というか非常に大味です。うい、乙女よ。ふ、乙女。置いた。ほんとやりたい放題だぜ。敵が動いてるように見えませんね。もう終わりかも。品切れじゃね、さすがに。つうか女の子一人狙う数じゃねえよな。まあ、ジェルド隊でマジで来てるんでしょうね。ウィス。あ、いましたね。ちょっと待てい。おい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 。漆黒くん、足が。
こうするしかあるまい。こうしてみると裏切り者もいいところだぞ。ジェルド将軍、その報いを受けるときが来たのよ。地べたを這い回る虫けらの気持ちなど俺のしたことか。まあ当たらないんだが。どんな気持ちやお前。一発は耐えるんですよね。くっ強い。身の程をわきまえよ。ふわぁ、よく当てた、褒めてやる。ずぇぇチーン。一発でいけたね。これでとどめだ。必殺出すな。アルダ、お前やはり最後は将軍と共にありたいと。バカめ、あなたはめちゃくちゃな上司でしたが、それでも私も部下たちもみんなあなたを慕って。まあ有能そうではあったしな。自信もあるし、一指揮官としては星3で有能だもんな。ざけるな。このまま見逃すのか。どうもありがとうございました。なんか漆黒が普通に会話してんの草だな。お前、ん？こいつが誰か分かっているのか。漆黒の騎士デインジンで、その名を知らない者はいない。最強の剣使い。ほう、死したわけではなかった。果たしてそうだ。あいつ、襲撃の目的は王子だけじゃなかったのか。ということは生きているんだな。希望の光の前に暗雲が見える。少し調子を崩してた。おそらく大丈夫。おお、もう来たんだ、早い。うん、奇襲は失敗に終わった。今度もまた撃退すればいい。必要以上に気に病むことはないさ。ミカヤには甘々だな。怖えよ。承知した。え、怖えよな。これな、今のサザ君たちの視点からしたら、こう、世界を一人で滅亡させるぐらいの戦力が突然、味方になっていいっすかとか、怪しすぎてシャレにならんぜ。ありがとうございました。